トーレセレードは、イベリア半島北部のカンタブリア山脈、ピコスで、エウロパ山海にある山。標高は2650メートル、プロミネンスは1933メートル。山頂は、スペインアストリアス州とカスティーリアイレオン州レオン県に、また上がっている。カンタブリア山脈の最高峰であり、領自地州の最高峰でもある。トーレサーリドの他に、 トーレスサーリドやトーレデサーリドやペーニャデサーリドと表記されることもあり、日本語ではセレドさんと表記されることもある。カンタブリア州の州都サンタンデールの南西約 80km、アストリアス州都カスティーリアイレオン州レオン県の境界をなす、ピコスでエウロパ山海中央部のウリエレス山海にある。1882年6月30日、イマーディアーレットデセイントソード。 ポール・ラブ・リュッシュ、カンタブリア地方のエスピナマ出身のルイス・スアレス、フレンチ・ピレネー山麓のガボルニ出身のフランソワ・ソルの4人が初登頂を達成した。最も簡単なルートは、法でセレードから登るルートであるが、その定評高部はやや難しいとされる。最後の約200メートルのストレッチは登山用具を使用しても簡単ではない。次に、一般的なルートは、 ホーデロスカブロネス避難小屋とベンガデ売リエル避難小屋近くからのルートである。ありがとうございます。